ホルトの木は、ホルトの木かホルトの貴族の植物の一種。別名もがし和名ホルトの木の由来は、元来は、オリーブの木を意味する、ポルトガルの木が添加したもので、江戸時代の学者、平賀源内が本種をオリーブと誤認して、ホルトの木と呼ばれるようになったものである。ホルトとは、ポルトガルのことを意味し、平賀源内による命名とされている。 1760年当時高松藩に仕えていた、玄内が高松藩主、松平より安に従って、江戸に行く途中に、紀州を通った時のことを記した、紀州産物誌によると、紀州藩の湯浅の寺に、ホルトカルとサルキが生えており、これは、ホルトカルの油の取れる木であるとのこと。つまり、玄内がこの木をオリーブと勘違いして、自分の本で、ホルトカルと、 サルキと紹介してしまったのが由来である。なお、玄内がオリーブと誤認した新鮮時のホルトの木は、和歌山県天然記念物に指定されていたが、2006年に枯れてしまった。玄内がオリーブ油を取るために栗林公園に植えたホルトの木は現存する。実際は、ポルトガル原産ではなく、日本の在来種である。各地域で様々な呼び方がされており、モガセ、モガシ。 たらし、マガゼチンギなどがある。また、以下のような別名が記録されている。日本では、本州の千葉県伊勢の太平洋沿岸、淡路島、四国、九州、沖縄に分布し、日本国外では、台湾、インドシナなどに分布する。本州伊勢の西南日本で、商用樹林の高木総合聖樹として重要で、各地の社寺有林の中で巨木が見られる。日本では、 街路樹や公園などでよく利用される、常緑紅葉樹の中高。葉は五星し、枝先に束のように生える。葉心は長さ5から12センチメートルの頭皮張り形、または長楕円形で、やや巨子があり、山桃に似ているが厚みがある。古い葉は落ちる前に赤く紅葉し、常に一部の葉が紅葉しているのが見られる。夏季は7から8月頃。初夏に花が咲き、 横に伸びた家系に水上につく、個々の花は釣り金状で白い。果実は長さ1.2から2センチメートルの楕円型で、冬の11から2月に黒子色に熟す。見た目は木製化のオリーブの果実にも似ているが、小型で油も取れない。植栽鉄期は3月下旬5月上旬か、6月中旬から7月中旬、もしくは9月とされる。 樹皮と枝葉の染汁を織物の黒色の染料として用いる。第一次世界大戦中にドイツからの化学染料の輸入が止まったことで黒色の染色に急した秩父の織物業者らが奄美大島の大島紬が車輪梅のタの炭ンと泥に含まれる鉄分と反応させて黒色に染めていたことを参考として同じく炭ン,ンを多く含むホルトの木の使用を考案し 大黒エキスの名で売り出した。現代では、バラ科の落葉樹、マルストリンゴを指す。現代では、東大草科の落葉賞、高木ネオシラキアジャポニカを指す。ありがとうございます。